人の交際の色は、いわゆる目の色、瞳の色のことで、遺伝性の身体的特徴である。主にその表面にある色素に由来し、人やその他の動物は虹彩の色に関する表現型に変異を示す。人の目の色のバリエーションは、虹彩の中のメラニン細胞が作り出すメラニン色素の割合によって決定される。上皮細胞の色素、 交際のストロマに付着するメラニンとその細胞の密度が色を構成する3つの要因である。メラニン色素は基本的に黒色であり、個体の目の色が何色であろうと黒色は含まれていることになるが、一般的に目の色として我々が認識するのはストロマの中のメラニン色素である。ストロマの細胞の密度はどれだけの光を吸収できるかを決定する。 例外的に目の色の明るい品種の鳥などの目の色は、メラニンによっては決定されずプリン、カロテノイド、プテリジンの量による。目の色は二つの遺伝子が影響して現れる、遺伝性の身体的特徴の一つである。二つの主要遺伝子と、それ以外に様々な色を作り出すマイナー遺伝子がある。現在知られているだけで人間の交際の色を決定する遺伝子は、アイクル1。 アイクル3の2つあり、これらの遺伝子がブラウングリーンブルーの表現型の目の色を決定する。目の色は生後6ヶ月ほどで定まる。2006年にはアイクル3の位の特定が分子レベルで発見され、研究者は3839人のサンプルを調査した結果74%の目の色は OCA に近くの一塩基多系遺伝子の数によると発表している。 最新の発表では一塩基多形遺伝子の数はブルーとグリーンの目に強く影響することが分かっており、その他にも弱乱反やホクロ、毛髪や肌の色にまで多大な影響を及ぼすとされている。学者はこれらの遺伝子を調節遺伝子と踏んでおり、遺伝子情報の形式となっていると考えている。2008年の発表では、 OCA2 の形式を調節するハックに電子の中の特定の突然変異がブルーの目の要因になっていることが分かった。ブラウンスポットのあるブルーの目とグリーンの目はグレーの目とは全く異なったゲノムから成り立つものであるとしており、学者のエイバーグは遺伝子 SNPRS12913832 がブルーとブラウンの目に関連性があることが発見されたが、 この DNA はブラウンスポットのあるブルーの目からヘーゼル、ダークブラウンまで全ての包括的関連性を説明するには至っていないと述べている。環境によって客観的な色合いは類似色に変化する。上下は同じ人間の目。目の色は個体の様々な情報を含むとともに、その分類は病理学、薬学的な変化を見るのに非常に有効な方法である。分類の方法は 明るい、暗いの2種類から写真を使った細かな色の分類まで様々であるが、周囲の環境によって目の色も変化するため、絶対的な基準は設けないのが通常である。目の色は基本的に最も暗いダークブラウンから非常に明るいライトブルーまであり、シンプルな基準を定めるのは簡単である。研究用に学者、セドンは、 交際の色の優劣性とブラウンとイエローの色素に基づく基準を設けた。それによると、目の色を構成する色素は3つ、ブラウン、イエロー、ブルーに分類でき、各色の混合率が個体の目の色を決定する。例えばグリーンの目はイエローをベースにブルーがハイビグリーンを形成。ブルーの目は若干のイエローに加え極少量のブラウンがブルーを形成し、少量のイエローに ブラウンなしがグレーの目を形成する。日本人の大半を占めるブラウンは、他の色がほとんど混じっていないブラウン一色の目である。これらは、ホモサピエンスの目の色に関しては、正しい理論である。他の動物も目の色は、多種多様となる。人間の場合、ブルーの目をはじめとして、明るい色は、遺伝的に劣勢であるが、おまきと影などではブラックが劣勢であり逆に、イエローとグリーンが優勢である。 アフリカやアジアに多いダークブラウンの瞳。ブラウンの瞳。ブラウンの目は人類の交際の中で最も多い色であり、多量のメラニン色素を交際のストロマに含んでいる。茶色の目はヨーロッパ、特に南ヨーロッパでも非常に一般的。ダークブラウンは外して黒く見える場合が多く、アフリカやアジア地域において最も多い交際色である。日本人の大半も、また、 黒と表現される濃いブラウンに属す、目の色を持つ。なお、バルト海沿岸の国などでは最も少ない色である。一般的なヘーゼルの瞳ヘーゼルの目は、レイリー産卵と中程度のメラニン色素量によって、もたらされる。三種の色の分類による研究によればヘーゼルは、ライトブラウンとダークグリーンの中間の色であるため、時として複数の色に見えることがあり、太陽光にさらされた時、 呂光に近い部分がライトブラウンにその周りがライトグリーンになることがある。米国やヨーロッパの人々に多く、基本的にはアフリカ、中東、アジア圏ではほとんど見られないが日本には九州、山陽地方に存在する。ダークブラウンの個体とブルーの個体が交配した場合の子供の目の色に多い色でもある。ライトブラウンとの分類が難しい色であり、個体によっては ゴールド、ダークグリーンになる場合もあるため、ヘーゼルは、ダークグリーン、イエローブラウン、ライトブラウン、アンバーとされる場合も多く、北、アメリカでは、環境によって変化する、目の色の代名詞である。アンバーの瞳。通称、狼の目アンバーは、イエロー、ゴールドのほかあずき色や、同色の混じった色の目である。リポクロームと呼ばれる、イエローの色素の沈殿によってもたらされ、 通称、狼の目と呼ばれる。これは、狼の目に、アンバーが多いためである。プテリジンと呼ばれる、イエローの色素はハトに見られ、アメリカワシミミズクの黄色い目は、色素細胞内のキサントプリテンの存在による、ものとされている。人間の場合は、リポフスチンの作用による、光の加減で金色に輝くため、金目とも言う、グリーンの瞳。 北欧やイギリス諸島に多い目であるグリーンの目は適度なメラニン色素によって形成される。南ヨーロッパや東欧や中東、中央アジアにも多少を見られるが大半は北ヨーロッパに集中している。アイスランドにおいては人口の88%がグリーンかブルーの目を持っている。その他、ハンガリー、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アイルランド、スコットランド、北。 イタリア、オランダ、ドイツなどにもグリーンの目を持つ者は非常に多い。アフガニスタンのパシュトゥンジーンは国内でハリー・アンケヒアン・ワレイと呼ばれている。グレーの瞳グレーの目はブルーの目に比べメラニン色素の割合が多く、時としてダークブルーと呼ばれる。ロシア、フィンランド、バルト海沿岸の国に多く見られる。グレーの目を持つ個体は色素の欠落が顕著な場合が多く肌は、 非常に白く、髪の毛はブロンドや赤毛などが非常に多い。グレーの目はブドウ膜炎の兆候となることがある。グレーの目は環境によってブルー、グリーンと相似色に変化する。ギリシアの女神アテーナーは海のグレーの色の目を持つとして有名である。ブルーの瞳ブルーの目はストロマの中のメラニンの量によって形成される。短い波長の光はレイリーサンランにより反射される。 存在するメラニン色素はユーメラニンという種のものである。メラニン色素は生後数年のうちに一気に形成されるため、ブルーの目を持つ用事は環境次第で年とともに暗くなっていくことがある。ブルーの目は遺伝的に劣勢であり、学者エイバーグとその研究者たちは論文をヒューマンジェネティックスに発表し、 OCA2 遺伝子の触媒と考えられているハーク2遺伝子の8番目のイントロンが OCA2 遺伝子の働きを抑えメラニン色素の形成を減らしているとした。さらに、エイバーグは6000年から1万年前に国会周辺で一つの個体の突然変異によりブルーの目が誕生したとしている。ブルーの目は北欧のコーカソイドに多く見られ南ヨーロッパにも存在し、インド、中央アジア、 中東にも少数見られる。2002年の発表でアメリカで1936年から1951年にかけて生まれた人の33.8%が青であり、1899年から1905年に生まれた人のブルーの目の割合57.4%に比べると劇的に減っている。また、西ユーラシア人以外でもワールデンブルグ症候群や、 アルビニズムなどの疾患によって青い目が発生する場合がある。重度の先天性白気症により交際まで赤く見える。フラッシュ撮影では赤目現象が発生することがある。この現象ではフラッシュの明るい光が血管の多い網膜に直接届き瞳孔が赤く映る。この現象が重度の先天性白気症の人々の目で起こると大量の色素の欠如のため 交際も赤く映ることがある。また、最も重篤なタイプの場合、交際、瞳孔が完全に半透明になり、ほとんど赤に見えることもある。女優のエリザベス・テイラーのように深い青の目を持つ人は、照明やメイクなどによっては紫色に見えることもあるが、本当の紫の目はアルビノによってのみ起こる。交際移植症の瞳の例。右目はブラウン、左目は、 ヘーゼル左右の交際の色が違うことを交際移植症と呼ぶ。人では極めて稀であり、問題のない先天性の遺伝子疾患のほか、怪我が原因の視力障害でも色が変わることがある。ありがとうございます。